はい、中学受験家庭教師の榎本勝人です。本日はですね、6年生2学期についてということの、補足、模試について、お話ししていきたいと思います。ご存知の通りですね、模擬試験は、大きく3つの模試がありますね。四ツ谷と、あとそれから西東京のセンター模試ですね、あと首都圏模試と、いわゆるこれ三大模試ってやつですね。で、今まで、皆さん、それからこれからもですね、何らかのその、メインとなる模試、その3つのうちどれか1つ受けられると思います。で、特に9月、10月、11、12と、4ヶ月間、毎月1回はありますので、ぜひそれはそれで受けていただきたいんですが、例えばですね、普段四ツ谷のものを受けていると、まあ、四ツ谷とも合符合判定模試ですね、それを受けるというふうになる方なんか多いと思うんですけど、できるだけですね、四ツ谷のものだけでなくですね、他の模試も、まあ、1回でも2回でも受けるようにして、ちょっといろいろですね、慣れていった方が、よろしいかなというふうに思います。ですから結構日程がですね、ずれてること多いので、その辺を考慮したりだとか、あとまた試験会場が、いろんな中学になることが多いかと思います。ですから例えばその志望校が、試験会場になっていると言ったら、多少ですね、時間を調整してでも、まあ普段受けてない模試とかでもですね、受けに行かれたらよろしいんじゃないかなというふうに思いますので、その辺のですね、今後の2学期のですね、予定を組む上で、参考にしていただけたらというふうに思います。頑張りましょう。